はい、いよいよ最終日になりました。ネオナイブ派展、ちょっとね、いろいろこう世の中騒がしい中で開催しましたけれども、ネオナイブ派展、今日の1枚ですね、最終日、今日の1枚、設楽正道先生の今日の1枚はこちらの作品になります。はい、花時と読むんでしょうかですね。こちらね、昨日ご紹介したさつきの花にこうちょっと似ていてですね、これさつきの花と花時と両方の説明がありますね。こんな感じです。さつきの花のっていう作品はね、昨日ご紹介してこんな感じでしたけれども、こちらはね、ちょっと縦長にこうなってますよね。色味はね、同じ感じですね。また相変わらずこうちょっとザラザラした感じがあって、筆跡もね、ちょっとこうこういうちょっとあれですね、ワイルドな感じですね。ちょっと作家さんご本人のイメージとだいぶこう180度違う感じで、本人はね、ちょっとおっとりした感じですけれども、細身でちょっとね、この筆跡が本当に、この絵で言ったら特にね、この辺りとかね、すごくちょっとピントが合いますかね。すごいいい感じですよね。近くで見るとこんななんですが、遠くになるとね、こういう色味になりますよね。はい、ネオナイブ派展最終日の、今日はね、夕方5時までですけれども、最終日の今日の一枚は、設楽正道先生、花時でした。